ドラゴンボールドラゴンボールの道具金と雲グモ雲グモに乗る孫悟空。金と雲グモは鳥山明の漫画ドラゴンボールとその派生作品に登場する架空の乗り物。主人公の孫悟空が使用している。ドラゴンボールの設定は中国の古典文学最有記より取材されているものが多い。金と雲はその古典文学の主人公孫悟空が使用する雲に乗る。 術筋と雲より発想されたもの。雲の乗り物。飛行機よりも早く、マッハ1.5で空を飛ぶことができる。ただし、亀仙人が、良いこと呼んでいるような心が清らかな人でないと、乗ることができず、そうでない人の場合は雲をすり抜けて落ちてしまう。しかし、乗れない人間も乗れる人間にしがみつくことで、同情することはできる。劇場版。 ドラゴンボール神竜の伝説では、亀仙人はこの特性を生かして虚空とヤムッチャたちの言い分を聞き、どちらが正しいかを確認するために嘘を発見器代わりに使用する場面もある。金と雲と叫ぶとどこからともなく飛んでくる。金と雲に乗ることができるか否かと所有権にいいが、関係はなく、金と雲に乗れない人物であっても、金と雲を呼ぶこと自体は可能。 乗っている時は搭乗者の意志で方向やスピード、高度をコントロールすることが可能。色は原作では黄色や薄い紫などアニメでは黄色。アニメでは金と雲が動いている時にはピキピキピキという効果音が鳴る。時々汗をかいたりと人格のあるような描写もある。バズーカ砲などで吹き飛ばされても復元できるが魔族による。 気候波を受けた際には復元できず、完全に消滅した。ジングル村の村長の弁によれば、昔はたくさんあったものだが、人々の心が悪くなってしまったため、乗り手がいなくなり、今や滅多に見られなくなったとのこと。そのため、悟空が金と雲を使用した際には、まだ乗り手がいたのかと驚いていた。ジングル村の人々が昔からよく見かけたと言っている。一方で。 亀仙人が神様からもらった大切な雲と話していることについて鳥山明は昔は神様がいっぱい持っていたがいろいろ分け与えたためめっきり数が減ったと述べている悟空が使用しているのは人が少数乗れる程度の大きさだが千猫カリンが持っている元の金と雲は何倍も大きく好きな大きさにちぎって持っていくことができるかつてカリンの元で修行した 亀仙人がもらい、その後悟空に授けた。だが、持ち主であった亀仙人は、金と雲に乗れなかった。悟空は初めて見た時は、食べられるかを亀仙人に問い、ありがたい雲を食うな、と怒られている。アニメ、ドラゴンボール主題歌、マカ不思議アドベンチャー。では、雲のマシンと呼称されており、生き物ではなく、乗り物とする解説もある。 鳥山明は、金と雲に乗れたら、どこへ行ってみたいという質問に対し、純粋じゃないんで、乗れないんじゃないかなと答えている。また、どこへでも飛んでいけるので物語の展開を考えやすくなり、いちいち乗り物を出さなくていいから描くのが楽だったと語っている。物語序盤で、亀仙人に使える海亀が、山道に迷っていたところを、海に連れ返してくれた例として、 悟空に送ったもの。その後は、悟空の移動手段として様々な場面で活躍した。この亀仙人から譲り受けた、金と雲は、ピッコロ大魔王のハイカタンバリンの攻撃で消滅して、しまうが、後に、千猫カリンから、新たな金と雲をもらっている。サイヤ人編以降は、マイクー術により、金と雲よりも速いスピードで飛ぶことができるようになった、ため、悟空が乗ったのは、 ナメック星へ向かう前に、西野とのカプセルコーポレーションを訪れた時が最後となった。後に、孫悟ハンが高校生になった際に登場したが、マイクー術の方が早く飛べるため活躍の場はなかった。物語の完結後に刊行された完全版34巻の、ラストでウブに、悟空が、金と雲を託すシーンが描き下ろされ、往年の少年悟空を彷彿させる姿を見せた。 また、アニメ、ドラゴンボール GT では、最終話で、悟空が、天に去る際に登場。ファミコンジャンプ英雄列伝では、主人公が乗れる。ただし原作と違いこのゲームでは一回乗るごとに、心のパラメータが悪に傾く設定であるほか、岩山は越えられない。続く、ファミコンジャンプ2最強の7人では、プレイヤーキャラクターの7人全員が乗れる。 この2作品では、亀仙人に、エッチなビデオを送ることで、金と雲を入手する。日本偉人大賞2007歴史を変えた超偉い、人 SP では、三宅正春アナウンサーが悟空と共に金と雲に、乗っていた。クロスエポックでは、海賊ではない冒険家のモンキーディールフィが悟空から、金と雲を貸し出されている。フジテレビの、お台場冒険王にて、ワンピースと、こちら。 葛飾区亀有カメアリ公演前発出所の2作と共演した、際、高所から落ちてきたモンキーディ・ルフィと、両津観吉を救うために活躍。ルフィは乗ることができた反面、両津は、性格の問題上、金と雲から突き抜けてしまい、なんで足だけ乗れないんだ、と叫び嘆いて落ちていった。ドラゴンボール改めから、ワンピースへの受け渡しスポットの一つで、トニートニー・チョッパーが、 サトルハンと共に乗っている。名称は、ゲーム、ドラゴンボールアドバンスアドベンチャーで、初登場。アニメ、ドラゴンボール64話で登場した黒い金と雲。桃モ白ク,クが、カリン島に登ってきた際、自力で降りて、余計な力をつけられては困ると考え、カリンが貸し与えた。心が清らかでないものも乗れるタイプだが、カリンの合図と共に乗れなくなる。 モハクハクはこれに乗って地上を目指すも途中でカリンガ合図を送ったため雲を突き抜けて下に落ちてしまった。またゲームドラゴンボールアドバンスアドベンチャーでは本来キントに乗れないクリリンがプレイアブルキャラクターになっている場合キントに乗って進むステージではこの雲に乗っている。ありがとうございます。